アクチノマイシンは、ストレプトマイセス属の放線菌が産生する、ポリペプチド系の抗生物質である。ダクチノマイシンとも、ペプチド配列の違いにより20種以上が知られているが、特にアクチノマイシン D は研究用試薬や抗がん剤として利用されている。商品名コスメゲン。アクチノマイシンは、抗がん作用を有することが発見された初めての、抗生物質である。しかし、 属性があるために、一般的に、がん治療の目的で使用されることは少なく、研究用試薬として用いることがほとんどである。ただし特定の小児が癌などに対して、アクチノマイシン D を含む多剤併用療法が行われている。アクチノマイシンは、アクチノシンという色素に、感情ペプチドが2つ結合した構造をしている。アクチノマイシン D に含まれているペプチドは、 エルトレオニンディーバリンエール、プロリンサルコシンメチルバリンの順で、感情構造になっている。アクチノマイシンは、DNA2 本差に結合することによって、複製や転写に関与する酵素の働きを妨げる。DNA のグアニン塩基と結合することで、DNA 依存性 RNA ポリメラーゼを阻害し、転写が抑制される。加えて、フリーラジカルの生成やトポイソメラーゼにの阻害により、 細胞を殺傷し、抗がん効果を示す。また、高濃度では、DNA 依存性、DNA ポリメラーゼも阻害するため複製が抑制される。アクチノマイシンは1940年に、セルマン・ワックスマンとエイチボイド・ウッドラフが、抗線菌の一種の培養から発見した。これは、抗線菌から発見された最初の抗生物質である。最初は、 A と B の2種類があると考えられていたが、その後ストリプトマイセス属の放線菌から続々と類似の物質が見つかり、同一の物質なのか否かについて、数多くの研究がなされた。その結果、アクチノマイシン A をはじめとして、放線菌から得られるアクチノマイシンは皆、よく似た複数の物質の混合物であることが分かった。このうち、ストリプトマイセスパルビラスから得られる。 アクチノマイシン D は、ほぼ単一の成分からなっていたため、全合成法が開発された主要成分のこともそのままアクチノマイシン D と呼んでいる。医薬品としては、1964年にアメリカ食品医薬品局により認可された。タターソル、MHNA トール、クラン、ファーマカル、セア、1975、17、701、新しい疾患医薬理学活のり、 岩崎、正午徳山、岩崎勝則、徳山正午、南江道、東京、2018年、538ページ。ISBN 978から4から524403356。屋力10億3048万2447。ありがとうございます。